はい、皆さん、はじめまして、水太郎と申します。今回から、このゲーム、ポケモンスナップを実況していきたいなと思っております。まあ、ムービーはね、カットしましょうか。うわ、超懐かしい。うわー、これずっとね、やりたかったんですよ。で、実況も、ずっと見ないで、やってきたんで、画面調整いいか。やっていけたらなと思います。名前は、じゃあ、水太郎でやっていきましょうか。あ、そっか、スティックじゃないといけないのか。水になっちゃった。ああ、前に戻り方がわからない。ピーポタンでした。水太郎。まあ、ゲームキューブのコントローラーでやってるので、その操作にも慣れながらやっていけたらなと思います。決定。うわ、この画面懐かしいな。やっと来たの。ふう、喋った。有名なおぎちゃん、今回君に来てもらったのは、今わしが作ってるポケモンレポートの写真を撮ってきてもらうためなんでござる。これに乗って出かけてくれ。ゴールゲートに向かって勝手に進んでいく。今の話をもうちょっと聞きたいかな。もういいや。では写真の撮り方を最初のコースで教えよう。というわけでコース行きます。スカッと晴れたビーチ。うわー、すんげーな、懐かしいなこれ。はい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 、 Z トリガーってどれですか。ありました。 Z トリガーでカメラを構えて、え、 Z トリガー、すいません、これ L なんですが、まあいいや。 Z トリガーでカメラを構えて A ボタンでシャッターを切ろう。 Z トリガーで、はいはい、ポケモンをたくさん取ってね。待って、あ、リバースかこれ。ピカチュウ、なんかこっち向いてないと。あ、待って、ど、待って、ピカチュウ、なんかちゃんと顔向いてないとダメとかだった気がするんですけど、どうだ。よし、バタフリー、こっち向いて、バタフリー、よっしゃー。こんな感じですね。カービゴン。あ、やっぱハテナになっちゃうんですね。ニャース。よし、ニャース。ほわ。バタフリーの声が聞こえてきます。ちょっとこれ後で、ニャーオーじゃねえよ。後でですね、スティックの設定変えましょう。ちょっとリバースはやりづらそう。で、ここ確かストライクがいるんですよね。なんかどっかにね、ラプラスいた気がするんだけどな。遠くでなんかちょろっとだけ、あ、待って、ポッポがいる。あ、ポッポは取った。ニャースも取った。うん、なんかラプラスが遠くに、ポツンといた気がします。うん、あとなんだろうな。まだ初めだからそんなに取れるポケモンは少ない系でしょうか。なんかこれ2匹とか映ってるとポイントが高いとか、なんかそんな気がしました。なんかドード1匹やたら声低いな。あ、いる、なんか今ラプラスっぽいのいた。なんか顔覗いてた気がする。お、ガルーラ先生ん、じゃあこっちに、あ、待って、 EV がいるじゃないか。 EV、 よし。本当は正面向いてた方がいい気がするんですけど、ガルーラさん。はい、すいません。うん、ガルーラもこっち向いてくれるといいんですが。ポッポ、2匹。どこに何がいたかな、ニャース。おお。あ、なんか昔、ここで取ったやつをプリクラかなんかにしてくれるサービスありましたよね。それすごいやりたかったんですけどね。まあ、当時は、まあ、やらせてもらえなかったんですけどね。というわけで、写真は全部で22枚。博士に見せる写真を選ぶんだぞ。これって全部だっけ。まあいいや。ああ、ピカチュウの中でピカチュウだけを選んで、バタフリーは4枚。バタフリーってどれ、あと
これか。で、これ見せて、ドード、あ、2枚しか取ってないんだ。で、ニャースは3枚取ったぞ。じゃあなんかこれにしましょうか。あとは、ガルーラ、これかな。はいはい、こんな感じで、選んで、全部選んだぞ。B で戻って、博士。よし。大きさ440点、ポーズ1000点、テクニック、写真の真ん中に写ってるな、2倍。他にもホッポが写ってる220点よ。素晴らしい。ピカチュウ。470点、750点。お、真ん中で2倍。素晴らしい。どうだ。大きさ、まあ、ポーズ、お、800点 OK。テクニック、真ん中に写ってる2倍。素晴らしい。バタフリー、大きさがちょっとちっちゃいかな、260点。ポーズは、まあまあ。テクニックはなんと倍だと。他にも映っている230点。素晴らしい。まあ、こっからがね、大きさが低いポーズ50点。惜しいの。惜しいの。あ、全然くんなかったわ。あ、やっぱ後ろ向きはダメなんだよな。ニャース。あまり良くない。もっと大きく映ってた。ああ、そうなんだ。実はな、これレポートの得点でなんか増えたりするのかな？見せてもらったぞ。レポートにしまっておいた。レポートの写真が増えてきたら、私も、あ、写真が増えてきたんですね。で、ちょっと一回、記録して、設定変えてきます。というわけでですね、設定変えて、スティックの、やつをリバースから普通に変えてきました。そうすることで上を押せば上に行くようにしましたと。やったー！なんか声が、いい声してるぞ。暗くて長いトンネルだ。というわけで、新しいコース出たので、トンネルへ行きましょう。一応ね、このゲーム、ピカチュウいいや。ん？丸まいさん、顔が、エルブ。あれ？爆発！くそ。エルブ、後ろ向いちゃったぜ。なんか常に、こうやって構えといた方がいい気がするな。コクーンか。これ、いざ上にしてみたらしてみたで、逆に、待って、あれじゃない？エルブ巻き込まれていったんじゃね？いってる。よいしょ。ちょっとちっちゃいかな。待って、コクーンが取れてない気がするんだよな。意外と難しいな。コクーンが全然取れない。あ、やっと取れた。で？ピカチュウ。ん？なんだっけな、取り方あったかなこれ。待って、コイキングさんの声がしたぞ。取れんかった。あー、ズバッとも取ってない。よし、はてな。これそのままでよかったんだっけな。なんかね、いろいろとね、仕掛けがあってやっぱすごいですよね。ディグだ。ディグ？あ、ピカチュウってなつぞ。ディグダさん。ディグ。あ、これなんかダグトリオになるんじゃなかったかな。ディグ。で、このディグを、取ってると、だんだんピカチュウが移動して、ほら、ダグになるんだ。そうだ。なかなか覚えてるもんですね。ダグ。まだあったっけ？うわぁ！増えた！これで終わり？これで終わり。オッケー。あ、2位だ。あー、2位、これあれか。こうやって構えちゃうとダメだったのか。ん？お前進化するのか？えへー。
メアコイルになった気がするな。やっぱダメですね。まあこのコースはこんな感じで終わりでしょうか。なんかリバースをやめた途端に逆にまた難しくなったんで、結局どっちがいいのかな。結構操作性が難しいですと。全部で30枚アルバムマークが使えるぞ。お気に入りで丸マインは3枚取った。なんか変なのしかないな。コクーンは全部で4枚、これでいいや。エレブは2枚、ちょっとちっちゃいけどな。あ、ズバッと一応1枚取れてるのか。ゴースト、あ、これゴーストか。はい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 、なるべくこれでいいか。ちょっとちっちゃいかな。ディグダーは3枚、まあこれですね。ピカチュウは1枚取ったよ。ダグトリオは最後のこの大きいやつを見せて、あ、全部これで OK ですと。よし、でででで、690点コース、おお、ドッカン1200点、素晴らしい。コクーン大きさまあまあ1000点、テクニックはあれ映ってないんだ。そんな、うん、やっぱちっちゃいか。ズバッともこれ真ん中に映ってないんですよね。惜しい、あ、後ろ向きか。コースと270点、1000点、とってもグッドですよ。2倍、素晴らしい。ピカチュウは前やダメだった。ディグダ410点、750点で2倍と。ダグトリオは550点、2倍でダグトリオが映ってると。実はな。はいはい、おかえり、ありがとうございます。プレゼントじゃ、もっと仲良くなりたい。きた、リンゴですね。これでいろいろと、これでまあなんかね、動かない丸まに、あ、うん、爆発するんじゃなかったかな。もういいや、これでまあ一応増えたりしますが、ではじゃあ第1回はここで終わりにしましょう。よろしければパート2もですね、ご覧いただけると幸いです。それではさよなら。